はい、皆様こんにちは、こんばんは。はい、すごい豪華なサラダ。はい、ここはねリヨンドリヨンっていうとこ、ね、いつもの相方と違う相方と来ました。いつもの相方はね、ラーメンってうるさいんで今日はおしゃれな人と来ました。はい、ここは茨城県つくば市ね、リヨンドリヨン、フランス料理屋さん、フランス料理屋さんです、ね、すごいですね。はい、これね、乗っけてますまだ溶けないんで、はい、前菜だね、前菜いただきます。お店の人が何とかかんとか言ってたんだけど聞こえませんでしたこれね、こうくっついてたんです、卵ね、食べるのに割りましたね。じゃあまずメインの真ん中からいただきましょうか。卵にね、あー、とろとろ卵です。生ハムがね上に乗ってて、あーぐちゃぐちゃになっちゃった、ごめんなさい。まず卵いただきましょう。じゃあ食べ方下手ですね、ちょっと映してますから。はい、とろとろ卵いただきます。うーん、あ、冷たいね、冷たくて美味しい。ちょっとあったかいのかな、温玉かなと思ったらね、ちゃんとね冷やしてありました。うーん、はい、生ハム、どっちもタンパク質ですね。いただきます。うーん、あ、美味しい、ちゃんと味がついてる。うん、塩味も美味しいし、生ハムがね柔らかくて食べやすくて美味しいです。はい、じゃあこれね、ルッコラかな、なんかハーブの名前忘れちゃったもん。はい、まずルッコラいただきましょう。いただきます。うん、うん、美味しい美味しい。久しぶりですこのルッコラ食べるの。ちょっとどけてみて、もう来た途端おしゃれだなと思いましたね。あ、これサーモンアボカドだ、すんごい久しぶり。ちょっとね、刺さいますね、ちょっと病気悪いと思うけど。このソースもね、ドレッシングも美味しいんですね。はい、サーモンアボカドいただきます。うーん、うん、あ、美味しい美味しい。サーモンもね全然臭くなくて美味しいです。アボカドもねとろっとろです、とろけちゃいます、口に入れた途端。味がねちゃんとしっかりありますね。これはイカかな、イカがねちょっとね焼いたやつ、バーナーで焼いたかな。いただきます。うん、あ、柔らかい、うん、すんごい柔らかい、赤ちゃんイカかなって思うぐらい柔らかいです、うん、はい、次これはまたね行儀悪いけど刺しちゃいますね。これはビーツかな、大根かな、うん、大根を赤く煮たのか赤いビーツか、多分ビーツだね、赤いのね、うん、でドレッシングがね酸っぱくなくて美味しいんだよね、キンキン来ないですね。何ドレッシングだろうねこれね、美味しい。あの葉っぱが入ってて葉っぱが入っててね、油と絶妙に、はい、絡み合って美味しいです。いただきます。うん、みずみずしくてちょっと酸味があってね、ビーツだね、多分大根、まあ大根とビーツって同じ種類かね。ちょっと酸味があって、うん、なんていうの、差し色っていう、差し色的な、なんかこう、うん、美味しいです。これなんだろう、これ何、あ、そっか、グレープフルーツだよね、うん、多分ね、はい、グレープフルーツ、ただ意外よ、いろんな種類ありますね。サラダと、ね、海産物とフルーツと、ね、の前菜、卵と生ハムとサラダ前菜みたいなね。はい、いただきます。うん、あ、おいしい、みずみずしい。これ毎日食べてもいいや、グレープフルーツ、朝とかね、
ヨーグルトと一緒に食べたりして、うん、あ、すっごいみずみずしかったです。あ、久しぶりです。あのグレープフルーツ食べたの、美味しいね。あのね、酸味がそんなになくてキンキン来ないんです。甘みとね、グレープフルーツの爽やかさがね、口の中で広がりました。はい、ソースを絡めて、はい、エビいただきます。うん、うん、エビも美味しい。いろんな種類上がってすごい。エビも美味しい。はい、プリプリです。柔らかいです。はい、エビいいな。エビ大好きだから。はい、ミニトマトだね。はい、いただきます。うん、あ、甘くて美味しいわ。うん、ミニトマト甘くて美味しいです。うん、いくらでも入っちゃいます。無限キャベツじゃないけど、無限トマト、無限グレープフルーツってか、無限エビって感じ。はい、はい、これサーモンアボカドですね。一通り食べたので、こっちの麺食べましたけど、同じものがこっちにありますね。ね、真ん中に卵でね。はい、いただきます。はい、